アンズー、学名、アンズは、オビラプトロサウルス類の恐竜の一つ。白秋後期に、ノースダコタ州、サウスダコタ州に生息していた。俗名は、メソポタミア神話の翼を持つ怪物アンズーに由来する。アンズとも表される。頭部と首の復元図派のないくちばし、目立つとさか、まっすぐな鍵ギ爪を持つ長い腕が特徴である。は、羽毛で覆われていたと思われ、 全長3から3.5メートル、腰までの高さは1.5メートル、体重300キログラムと推定されている。モンゴルからはこれより大きいギガントラプトルも発見されているが、北米のオビラプトロサウルス類としては最大である。記載時に次のような固有派生形質が設定されている。他に可能性のある固有派生形質として4つが指摘されている。 発見地もな骨格は、モンタナ州とサウスダコタ州のヘルクリーク層から発見され、当初はキロステノテストされていた。だが、その後の研究で別種であることが明らかとなった。1998年、ヌス・ホッシルズのフレッドヌスが、バッファロー近郊で2個体を発見した。このうちの一つが、ホロタイプの CM78000 で、2014年3月に、アンズ。 ワイリーという名を与えられた。もう一つの CM78001 は100メートルほど離れた場所から発見された。これらの化石はバラバラになっており、水に流されて堆積したと考えられる。三つ目の化石、MRF319 は部分的な骨格で、スコット・ハイレがマーマースのお地の牧場で発見し、国立自然史博物館のタイラー・ラ・イソンによって調べられた。 下顎の断片も発見されている。ヘルクリーク層からの4つの化石を合わせると、おおむね全身骨格の75から80%が発見されていることになる。2006年、3人の研究者は、各自が同種恐竜の骨格断片を持っていることに気づき、国立自然史博物館の古生物学者、ハンス・ディーター・スズの助けを借りて、共同研究を始めた。 主な化石はピッツバーグのカーネギー自然史博物館に保管されていた。カーネギー博物館の2標本の一部本種は保存状態の良い北米のオビラプトロサウルス類としては初のものである。鈴によると100年の間北米のオビラプトロサウルス類は骨への破片しか発見されず形態、生態は不明だったが本種の発見によりその状況が打開された。 とのことである。大きな景観、葉のないくちばしを持ち、鳥のような外見であること、ヘルクリーク層から発見されたことから、チキンフロムヘルというニックネームが付けられた。学名を考案したマシューラ・マンナによると、チキンフロムヘルを、ラテン語限りャ語化した学名を付けたかったが、これらの言語でうまく表現できないため、シュメールの怪物アンズーから名を鳥現在の学名に、した、とのことである。 種商業ワイリーは、博物館への資金提供者の一人、DB ホスターの孫、ワイリー J タトルへの懸名である。MRF319 カエナグナトス科に分類される。分岐学的解析によると、カエナグナトスの姉妹群となるようである。白秋にアジアとアメリカは陸続きであったため、双方から同じようなオビラプトロサウルス類が見つかると期待されていた。だが、 本種の発見によって、アメリカにはアジアの種と異なる独自のオビラプトロサウルス類がいたことが示された。カーネギー博物館の頭骨の写真くちばしは、アジアのオビラプトルかのようには頑丈でないが、雑食、または装飾と考えられる。アジアの近煙種との異としては、本種の方が大きいことの他に、足が太いこと、下顎の形態が異なることなどがある。化石は、 古代の反乱源の一部であった霊ンから発見された。これは乾燥地帯に生息したアジアの近縁種とはかなり異なる生態を持っていたことを示す。エディンバラ大学のスティーブン・ブルースでは本種は足の速い公職者で通常の肉食、草食の恐竜とは異なるとコメントしている。顎の形態は植物、小さな動物、 卵などの多様な食物を摂取できたことを示唆している。復元図本種は原生の鳥類と様々な点で似ているが、鳥の祖先ではない。本種を含む系統は6600万年前の KT 協会で他の恐竜と共に絶滅したため、鳥との類似は修練進化の一例である。大きな景観の役割は明らかではないが、スズは本種の土佐川。 オビラピトロサウルスの中でも最大だが、薄い骨でできており、衝撃には耐えられないため、原生の低い鳥のようにディスプレイに用いていたのではないか、と語っている。仮石には、肋骨の骨折が治癒した後、剥離骨折を原因とする、つま先の関節炎などの傷跡があった。これが、お互いに戦ったことを示すものなのか、捕食者に傷つけられたものなのかは不明である。 ありがとうございます。